列車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か。二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、うん、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いい。足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ。人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って？大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、分かった、行ってくる。ああ。すごくないこの景色。ああ、マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく？俺的にはありえないっつうか、本でも見たことない。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。あ、なんでそれ本気？あった。てめえふざけんな。あのさ、ノクト。くそ、あいつ。嘘だろ。顔怖いよノクト。冗談だよね。もうやめようよ。そういうの良くない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのはもう。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げらんねえぞ。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって。てめえのせいで。どういう意味それ。俺のせいだって本気で言ってんの？気に決まってんだろ。今さら言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話しよう。黙れ。
ノクタ、大丈夫？今、アーデンが。え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。他の人まで巻き込まれるよ、ノクト。これ。前の車両に逃げて。俺たちが相手してやる。中も安全じゃないね。他にも乗り込んでるかも。後ろまで調べよう。列車はまだ動かせねえのか。機関室の方はグラディオたちが流すよ。よし、後ろに向かうぞ。どのくらいなんだろう。うっ、爆発した。魔導兵って自爆するんだね。奴らを中に入れるな。うん、外で片付けよう。また出てきたよ。湧いて出てるね。勝てる？こら！うまくってんな。これキリがないね。被害はどのくらいですか。また起き上がった。ほら、ほっ、発射まだなのかな。ノクト、倒したやつが起きたよ。ほら、
見て、揚陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだよ。撃ち落とすしかねえか。どうやって撃て。あ、そうだね。いつからだったと思う？どうした？イグニス、列車止められねえか？プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは？帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か？ああ、じゃあそっちに。ああ、くそ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし。
ほっ。なっ。おっ。なっ。うん。ほっ。はぁ。おわっ。久しぶりだね。オロネオ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見たけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ。先があんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか？帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。
あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね。じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話で？列車、テイトに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あら、そう？運転、頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね、ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみるわ。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。